モグランピアは岩手県久慈市にある同市が建設した久慈地下水族科学館と日本地下石油備蓄株式会社が建設した石油文化ホールによる複合施設で三陸海岸の久慈湾北岸にある東北地方太平洋沖地震に伴う津波で被災して営業休止となったが場所を移してモグランピア町中水族館として再開したその後 2016年に元の場所で営業を再開した。くじ地下水族科学館は日本で唯一の地下水族館で約200種類2000匹程度の魚介類が展示されていた。トンネル水槽では頭上を魚が泳ぎ、地中にあって海中にいるような体験ができた。2011年3月11日の東日本大震災で被災して以降休業中であったが、 市街9時駅前の空き店舗を利用し、モングランピア町中水族館として仮営業していた。その後、2016年に再開。以下の展示概要は、被災前のものである。水槽のテーマ石油文化ホールは、葉っぱ体験スペースや石油インフォメーションシアターがあった。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震での被災以降休業している。2016年に、 水族館同様再開。シアターは管理棟2階に移動した。モグランピア町中水族館2011年5月、国の緊急雇用創出事業を活用して、モグランピアを移転、再開することが決定し、市中心部にある空き店舗だった旧中村家具店の1階を改装して、同年8月5日にモグランピア町中水族館として開館した。 鶴岡市立加茂水族館からクラゲ4種30点、サンシャイン国際水族館からは大型水槽、毎年夏にモグランピアでトークショーを行ってきた、魚くんからは自身のコレクションの魚やイラストが送られるなど様々な支援を受けた。2013年3月、魚くんからフグなど約100匹が寄贈された。モグランピア移転後、 街中水族館として使用された同施設にはアマジャンハウスが移設されたモグランピアミナトアシスに関するカテゴリー。ありがとうございます。